何ずっと指もでしかしたら今やったら1000円はいけるかもしれん。指で何刺してんの？そんなに血を木をギミックできないからさ。キュアットついてます。いやあのさ、頭はいいよね、誰よりも。あとカジノ中にさ、うん、白井さんさ、うん、CPU の名前間違えてたよね。なんて、まあ、それはあんまり言わない方向性で。なんて間違えた？え、今日も間違えたの？今日も間違えたの？今日も言ってたけど、私ちょっと笑っちゃったもん。めっちゃでっかい声で言ってた。ちなみに T って言った？って言った。めちゃくちゃ T やった。めっちゃでっかい声やった。本当にびっくりした。白真の T だった。突っ込みそうになったけどね、俺も。一日一回間違えてると思ってるけどね、わしは。なんかあんなに緊迫した状況だったのに笑っちゃったもん、私。T ダウンみたいな言ってた気がする。え？T ダウンって言ってなかった？うん、あ、違う。T ダウンって言ってた。T ダウン、あ、違う。U って言ってたもん。よかったよ、もう本当に。それさ、でも、あ、まあいいよ。間違いって。焦ることあんだな。T って何なの？そもそも俺は、うん。わかんないし、千代の魂の方の名前。魂には、確かにね、一応なしっていうことで話してきました。夢の方であっても千代って呼ぶし。皆さんそれでよろしくお願いします。そうね。了解です。お前なんだ名前。いいし。なんて言ったそう。玉地にはなしということを伝えるって。伝えましたって。伝えましたじゃなかった今。その後なんて言ってた？あ、そうなの？でお願いしますみたいな感じだったっけ？うん。いい子だったけど。CPU、CPT 変わる？ちょっと待って。逆じゃない？あの間違えてなかったよ。ごめん。なんで訂正した今？間違えてなかったよ今。いや。普通に両方読んだだけよ。ああ。両方？うん。なるほど。両方って何？ボスの知り合いに CPT っていう人がいるってことで。いないよ。いないの？いないんだ。じゃあ誰呼んで今。じゃあ CPU の本名呼んだらいいじゃん。え？ウォンジェティ。ほーんってなってるから今。頭が痛い。ほーんってなってるから。頭が痛い。でも誰もわかんないよ。頭が痛い。なんだろう。じゃあ、カワセはカワセって呼んでいいじゃん。あ、カワセは確か。俺はカワセって呼べるからね。タシロカワセだよな。うん。タシロって呼べるよ。じゃない。で、タヤもタヤって呼んでいいじゃん。そうだよ。メミタヤだからね。うん。いや、もうこの前、メミさんさ、あの、起きてきて、自分の名前言うときさ、なんか、私は、あっってなってたよね。いや、あれは、普通に、魂の名前で自己紹介しそうになってた。え、フルネーム何？タヤって。ん？何が？フルネーム。ミミタヤだよ。フルネームがミミタヤ？うん、ミミタヤ。だけ？うん。ミミタヤね。うん、耳タヤ。そう、耳タヤなはずなのよ、ボス。はず？なのに、ボスなのに、うん、あれはマジで寝ぼけた、頭回ってなかった。おーってなってたから。止まったんだ、トで。止まった。しかも焦りのあまりに名前、自分の名前を忘れたっていうね。なんだっけって。え、ナリエルはフルネーム何？迷子にナリエルです。おう、うん、迷子にナリエル。そう、迷子にナリエル。なんだ、チヨは？チヨだよ。よ、確かに、そうだった。待って、俺のフルネーム忘れてるわ。嘘やん。え、名字がチヨなの？チヨだの？チヨだ。名前がヨウなの？そう、下の名前ダヨーで、まあ、めっちゃラッパーじゃない？ダヨー。ただのラッパーやん。
え、今でもラッパーだからね。名字が千代か。千代だよ。千代だからラッパーだよ。千代だよの方がラッパーではあるよ。よ。いや、変わらん、どっちも。どこで区切ろうが。なんで名前千代なの？いや、呼んだ本人。そうなんだ。呼び始めたの、千代って。ボスと白井。なんで名前千代なの？いや、だから、あんたが呼んだ？ヨウって呼ぼうよ、じゃあ。それはちょっと違うかも、もう今さら。ヨウ。もう今さら違うのである。じゃあ、私もヨウって呼ぶわ。わしも頑張ってヨウって呼んでみる。なんか違うかも。ヨウヨウ。全員って、それ、いや、それ上がってる上がってる。フロアが。ヨウ。ヨウヨウ。フロアが上がってきてるよ。ヨウ。ヨウ、ヨウはもう完全にラッパー。ヨウ。ヨウ。ヨウやめて。なんか今さらヨウって言われるのなんか恥ずかしいからやめてよ。何が恥ずいの？自分の名前だろ。なんか、いや、なんか急に下の名前で呼ばれると恥ずいやん。そうなの？千代でいいよ。久しぶりだ、この感じ。何久しぶり？千代の情けな感じのやつが。全然情けなくなくない？恥ずかしがってんの。至極真っ当なツッコミではあるよ。俺あんまりさ、普段ツッコまないようにしてんのに。あのさ、さっきですね。あのさ、うん、あの会議の時のあのラブ愛情何あれ？ん？あれ何あのワードチョイス？一方的な愛みたいな。あれ何？あれ、真面目に話してた？俺言ったっけそんなこと。俺は言った？言ったよ。たまいちくんの話の時に。うん、だってたまいち愛情がどうの、ラブがどうのみたいな。たまいちだって好きじゃないやん。愛やん。あれマジで言ってたの？いやたまいちは真剣に言って。俺視点は結構マジでそこはやばいと思ったから あの それはそうなんだけど、うん、あの時の会話に愛情とラブっていうワードを持ってくれたマジかって思っいやでも痛いんだけどバカ塩はタヤラブだからお何の話あ、てるてるてる。どっか行かれると一番気まずい？ちょっと待って。どっか行かれた時一番気まずい？聞いて。なんか、いやいやいや、聞いて。これ、てるてる。もっとなかった、今のね。じゃあ、やっぱ追っかけないと。追っかけないと。これ、てるてる。もっとあったよね、今の返し。てるてる。てるてる。追っかけた、追っかけた、追っかけた。じゃあ、そんな、てれないでくださいよ。いや、なんて言うんだろう、あの続き。てれないでください。